どうもこんにちは。今回は高速道路上の複数のサービスエリアにおいて最大150kW級の急速充電器が大量に設置がスタートしたという全ての電気自動車ユーザーに対する超朗報とともに、果たしてこの急速充電ネットワークの大幅拡充によってテスラ以外の電気自動車についてもおすすめできるようになるのか、今後期待したい改善点とともに徹底的に解説していきたいと思います。まず今回取り上げたい、特に日本国内の高速道路上の急速充電ネットワークに関してですが、世界の主要先進諸国と比較しても脆弱極まりない状況が続いてしまっていたということが重要なわけで、というのも確かに2022年末時点において高速道路上の主要なサービスエリアおよびパーキングエリアには最低1台の急速充電器が設置されており、よほどの辺境の土地にでも行かなければその急速充電器の区間は 3-40km 程度がいいところ。そして現在日本で発売されているほとんど全ての電気自動車については冬場においても100km以上の航続距離を確保することができているため、これだけ聞くと電気自動車においても移動の自由が保障されているように感じると思います。ところがその高速道路上の急速充電ステーションの問題点というのは、なんといってもその充電器のスペックおよび1箇所あたりの設置台数という点が挙げられるわけであり、まずはじめにその充電器のスペックについては、ほとんどの急速充電ステーションが 4-50kW 級というスペック、例えば現在日本で最も出ている電気自動車である日産リーフを例にとると、30分間充電したとしても理論値ベースで 20kWh 程度しか充電することができない。そして分かりやすいようにこの電力量を航続距離に換算してみると、リーフの場合およそ 120km 弱程度となってしまう。つまり満充電あたり 240km 程度の航続距離を走行した後に関しては 100km 強程度走行するたびに30分間の充電を必要としてしまう。これではとてもではないですが実用的に長距離を走行することはできない。これが日産リーフを長年所有している1オーナーの結論であるということなのです。さらに問題点として挙げることができるのが、各サービスエリアに1つの急速充電器しか設置されていないという点であるわけで、2010年代中盤頃までの電気自動車黎明期であれば、まずは電気自動車においても移動の自由を保障するために各サービスエリアに急速充電器を配備するといういわゆる広く浅く充電インフラを拡充するという戦略でも良かったものの、電気自動車の保有台数が増えていけばいくほど充電したい電気自動車が勝ち合ってしまう、いわゆる充電渋滞問題が全国で頻発し始めてしまった。しかしながら2022年末の段階になったとしても、各サービスエリアに複数の急速充電器が設置されたケースは圧倒的マイノリティだったのです。一つ目の急速充電器のスペックの低さに関しても、確かに一部のサービスエリアに対しては最大 90kW 級の急速充電器が設置、その場合 90kW に対応した日産のアリアを使用すれば30分間の充電時間でもっておよそ 35kW 以上の電力量を充電可能。アリアの航続距離に換算するとおよそ 200km 程度分の航続距離に相当するために、先ほどの 4-50kW 級の急速充電器と比較しても倍近い充電性能を発揮することができるわけですが、こちらに関しても全国に数箇所という設置台数にとどまってしまっている。なんといっても2022年末の段階においてもその設置が進むことがなかったということ。しかもその上、海外の主要先進諸国を見渡してみれば最大 350kW 級という急速充電ネットワークが日本の高速道路に相当するハイウェイ上にすでに整備が進んでいる状況、あの広大な国土を有する北米市場に関しても大陸横断ルートが複数確保されている状況、これらの点からさすがに急速充電ネットワークのアップデートが遅すぎやしないかという批判が高まっていたという背景があったのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、現在全国各地のサービスエリア上において新型の急速充電器が一斉に建設ラッシュを迎えているというまさかの動きであり、というのも公共の充電インフラを管理する e モビリティパワー、通称 e モビに関しては、これまでたびたび高速道路上の急速充電ネットワークを早急に拡充する方針を示唆、中でも e モビの目玉施策でもあった最大6基もの急速充電ステーションについては2022年2年末までに結局第5区パーキングエリアの1箇所にしか設置されることがなかった。そしてすでに e モビに関しては2022年までに全国のサービスエリア30箇所においてその6基の急速充電ステーションを配備するという計画を掲げていたわけでもありますので、やはりその設置が遅れていたということなのです。
ところが今回本チャンネルをはじめとして一部ユーザーの目撃情報として複数のサービスエリア上に最大6基の急速充電ステーションの工事が目撃されているということであり、まずはじめに本チャンネルが発見したのが大都会埼玉県に位置し関越道上の三好パーキングエリアの下り線において、この通りeモビの目玉急速充電器の設置工事が進んでいるということで、その一方でこちらは確認する限り4基しか設置されていなかったということであり、おそらく三好パーキングの土地の広さ上6基設置するスペースがなかったのではないか、他方でもともと設置されている 44kW 級の急速充電器についてはまだ撤去されるようには見えなかったため、当面は5基体制で運用されることになるのではないか。ちなみにですが、上り線への設置は未確認となっています。次に本チャンネルも航続距離テストで対応している東西の大動脈というべき新東名高速の駿河湾沼津サービスエリアの上下線において、それぞれ6基の急速充電器が設置されたということで、こちらについては特に上り線についてはイーモビが日コンと共同開発したあの目玉充電器と同タイプではなく、 ABB 社が開発したテラ184と呼ばれる 90kW 級の急速充電器となっており、厳密には3基の急速充電器が設置されていながらそれぞれ2台同時に充電可能な設計ということで、同時に6台もの EV が充電可能となっているということになります。そして今回驚くべきは下り線の方であり、目玉充電器が4基設置されながらさらに新たな急速充電器が設置、その充電器についてはなんと 150kW 級という表記がなされている。つまり史上初めて高速道路上に 150kW 級の急速充電器が設置されることになったということなのです。そして極めつきが同じく新東名高速の浜松サービスエリアの上下線であり、その上下線どちらに関しても目玉充電器が6基、さらにその上 150kW 級の急速充電器が1台、 150kW 級については2台同時に充電可能なことから、なんと浜松サービスエリアについては上下線それぞれで8台同時に急速充電ができる体制が整った。いずれにしてもこれまでの充電ネットワークとは明らかに世界が変わるということなのです。ちなみにですが、現時点で本チャンネルが確認できている三好、駿河湾、沼津、浜松以外にも、例えば大都会埼玉という観点では大田舎の群馬に隣接する上里、さらに常磐自動車道の友部、また中国自動車道にも設置されているという情報がありますので、その設置情報、特にどのような種類の急速充電器が設置されているのかという情報を共有をしていただくと面白いのかもしれません。それでは今回設置された急速充電ステーションに関する是非についてを解説していきたいわけですが、結論から申し上げて、そもそも2022年中に30箇所設置という大方針を発表済みだったという規定路線だったということ、そのタイムラインと比較するとやはり大幅に遅れてしまっているということ、いろいろ指摘したい点はあるかもしれませんが、モビさん、これは日本の電動化推進という観点で極めて重要な仕事をやってくれていると絶賛したいということであり、個人的に最も重要であると数年前から主張し続けていた通り、日本国内で一軒家を所有しているのが全体の4割以上、一軒家であれば自宅に普通充電器を設置するハードルが非常に低いということから、一軒家を所有している方に対してまずは電気自動車を購入してもらうべき、そしてこの一軒家済みの EV オーナーにとっての最大のハードルというのが長距離走行の際の経路充電の脆弱さという観点、そして今回その経路充電の脆弱さという観点が主要なサービスエリア上におおむね6基ほど設置されたことを受けて、この3、4年という観点ではまず充電待ちの心配をする必要がなくなった、一軒家済みの方が EV を購入するハードルをさらに下げることにつながる、そして何といってもデザインが遠くから見ても急速充電であることが視認可能、デザインセンスという点でもクールであることから、 EV オーナーでない方が見ても EV の時代を到来を予感させることができる、 EV オーナーだけでなく一般ユーザーに対しても非常に意義深い充電ステーションになり得るということなのです。ただしこの急速充電ステーションたちに関して注意しなければならないことというのが、すでに以前の動画でも解説しているその充電器のスペック問題であり、特にモビの目玉充電器、通称なんちゃって 200kW 級急速充電器に関しては確かに最大 90kW 級という充電出力を発揮できながら、あくまでもその充電時間は15分しか発揮することができない、その後の15分間は 50kW 級に制限されるということ、しかも3台目の EV が到着すると場合によっては1台目の EV の充電出力が制限されて3台目の EV へと電力が融通される、いわゆる
苦労の分かち合いが発生するということ、そして何といっても1回30分という充電時間制限は変わらず残ることによって30分経ったら必ず充電器に戻らなければならないということ、このような制約には注意しなければならないということなのです。そして今回突如として姿を現した 150kW 級急速充電器に関しても、こちらはその充電器の情報を詳しく見てみると、あくまでも最大で 200A しか流すことができないと記載されている。つまりこれはなんちゃって 200kW 級急速充電器と全く同様に、あくまでも15分間程度という時間限定で 150kW を発揮することは可能である、いわゆるブーストモード仕様である可能性が極めて濃厚。15分経過すれば最大でも 90kW に制限されるわけですし、2台同時に充電すれば最大でも 90kW に制限されることから、あくまでもなんちゃって 150kW 級急速充電器であると捉えるべきであるということなのです。それでは e モビリティパワーにぜひとも提案したい大きく2つの改善点についてをまとめていきたいわけですが、まず1つ目に関しては、1回30分という充電時間制限をせめてこの6機程度という複数の急速充電器が併設される充電ステーションに限って撤廃するべきであるということであり、こちらの30分間という充電時間というのは車内にステイするには時間が長すぎる、それではサービスエリア内にて休憩するのだと食事するには短すぎる、ましてや子供連れであれば30分以内に車両に戻ることは不可能に近い。確かに EV 黎明期であれば1回30分という制限時間は一定程度意味があったものの、少なくとも6機程度が併設されているのであれば充電待ちのリスクはほぼない。そのリスクよりも EV ユーザーの利便性の向上を目指すべきである。ゆえにこの30分間という微妙な充電時間制限を撤廃するべきであるということなのです。そしてもう一点提案したいことというのが、やはり充電器の出力に応じて充電料金の値上げを断行するべきであるということで、現状の充電料金設定の場合、仮に今回設置されたなんちゃって 150kW 級急速充電器を使用すると、充電性能の高い車種の場合、おそらく理論値で30分間で 50kW 以上程度を充電することができてしまう。ところが日産サクラなどの充電性能の低い車種の場合、30分充電したとしても10kW 強程度しか充電することができない。それにもかかわらず、現状の充電課金の仕組みである充電時間に対する課金システムの場合、充電料金は全く同じ。これではユーザーの不公平感をさらに助長させるだけではなく、充電器を設置する設置者側にとっても現状の充電単価では大赤字状態となってしまう。したがってテスラやフォルクスワーゲングループのように充電出力に応じて複数段階の充電料金単価を設定し直すべき。実は一部の有識者によれば、この充電料金設定はグレーであるという見解だそうですが、もしそうなのであれば短期的にも充電料金設定を一律で引き上げてしまっても致し方ないと思いますし、できれば公平性の観点から充電量に応じた重量課金制の導入がさらに必要となってくるのではないか。いずれにしても高性能な急速充電器をこれだけ急ピッチに設置するのであれば、それに応じて EV ユーザーに対してもそれ相応の負担を毅然と求めていくべき。少なくとも本チャンネルに関してはそのような意味での充電料金の値上げには大賛成ですので、ぜひ毅然とした立場で値上げしていくべきということなのです。そして今回の高速道路上の急速充電器の大幅拡充によって、2023年以降のおすすめの電気消費者ランキングが今後変化する可能性が出てきたということであり、特に気になるのがテスラ社の存在。日本におけるアンケート調査などは分かりかねますが、やはり海外のアンケート調査を見てみても、なぜテスラを選択するのかという質問で上位の回答というのが急速充電ネットワークの信頼性、他方で日本におけるテスラスーパーチャージャーの大問題というのが高速道路上には設置されず、あくまでもインターを1回降りて5分程度離れた場所に充電しに行かなければならない。するといくらスーパーチャージャーのスペックが高いといってもベストコンディションでも往復10分のタイムロスが発生してしまうということ、もちろん高速を1回降りることによってその分だけ高速料金が上がってしまうということ、その場合高速道路上に公共の急速充電器が完備され、なおかつある程度の信頼性が担保されたと判断されれば、別にテスラ車を購入する必要性がなくなってくる。少なくともテスラモデル3とモデル Y を合わせて3台購入してきた一オーナーの意見として、もはやテスラにこだわる必要性がなくなると
断言できますので、特にこの e モビの新型急速充電器がある程度の信頼性を持って運用することができているのか、そして今後 e モビが充電時間制限などの問題を解決しようとするのか、これらの動向によっては本チャンネルが一貫して主張してきた経路充電ネットワークによる EV の選び方という観点で別にテスラをおすすめする必要がなくなってくるということなのです。いずれにしてもこれらの新型急速充電ステーションに関しては遅くともこの2023年3月までに一気に運用がスタートしますので、電気商社の相性問題はどうなのか、そもそもスペック通りの充電出力を発揮することができるのか、故障などを含めた信頼性はどうなのか、これらの実際の運用経験も収集しながらその最新の設置場所なども含めて2023年以降の電気商社のおすすめランキングの情報も同時にアップデートしていきたいと思います。いってらっしゃい。